湯本上野山旅館は、兵庫県姫路市夢崎町園田にある、創業1874年の老舗温泉旅館。塩田温泉で最初に創業した元湯旅館である。江戸時代中期に、田畑の中に塩の湧くところありと発見され、塩田温泉は、源泉名を、塩が谷高泉と呼ばれ、陰泉場を含め3カ所の源泉層に、 自然湧出で地中から数カ所の戦脈より300年以上湧き続けており、塩味ほのかなサイダー味の温泉で、泉質は炭酸水素塩泉。上山旅館はその湯元である。自然湧出であるために、湯量は少なく、胃腸病に効能があるとして、古くよりは飲用温泉として活用されてきた歴史があり、胃腸に効く温泉として、飲めよ、飲めよ、塩田のいで湯と歌われた。 昔はついたちに一生ほど温泉を飲みながら入浴していた。胃腸病の薬泉として知られる。このため、厳選場には薬師如来が祀られている。当初、泉源は村の共有財産であった。上山旅館は文部省通達によりその任を受けた飾り西郡長が、塩田温泉がハリマ唯一の高泉であるにもかかわらず施設が整っていないことを憂い、 村民を熱心に説得し、その熱意に応える形で二軒の旅館が創業したが、その一軒であった。上山家は代々厳選の管理を担ってきたが、明治初期の1874年から旅館業に転じた。その後、塩田温泉郷として高度成長期には観光地化し、旅館も最盛期には五軒まで増えるが、平成期には上山旅館と夢の井の二軒まで減少した。 源泉には多くの紅葉があることと個人客へのもてなしを大切にしていることからリピーターが多い。また、かつては当時客が好んで食べていたゆつぼが湯や鍋料理に源泉が生かされている。広い庭園には塩田温泉や串堂目直し地蔵などが点在する。二代目上山作右衛門は娯楽、遊興は獣とせよ。 当時場としての本文を忘れるなと格運を残した。温泉ブームの頃には、新たに、ボーリングをして熱い温泉を掘り湯量も増やせばどうか、という提案もあったが、源泉を掘れば300年間続いた泉質が変わってしまう恐れがあり、干渉はそれでは、塩田温泉ではなってしまうと断り、現在に至っている。本館をはじめ、三原市館、椿館、 東館の四棟と露天風呂を含め八つの浴室と陰性所を備え、周辺の山林も含め敷地面積2万坪の広い庭園には、塩田温泉や師堂、目直し地蔵や赤い橋のかかる池、山筒地林、竹林、もみの巨木などが点在し、森の中の広場の様相を呈する。特に山もみじが新緑と紅葉の時期には美しい。旧館の見晴らし館は、 敷地内にあった明治期建造の建物を高台に移転し、階層を施した木造を2階建てで、角部屋の13畳の和室は薄板を編んだ、網路天井は職人技を伝えている。塩田という地名に関しては、張間,間に職にし氷、り、田村、この村に塩の刺す電磁一区あり、よって沿田というよし、このところに、 原文の頃温泉有出で宿屋を構え処方より、入頭の人々をびただし、右の塩を湯に沸かしてよくするに、処病なおせずということなし、その後沙汰なし、おしかなと記されており、泉質に塩化物が含有されているために、潮が湧くたとされた。全国的にも、塩田という地名が散在するが、その多くが温泉地であったり、温泉地の近くであったりする。 上山旅館に残る、晩秋古事所抜粋延伝温泉の部には、原文平新元年秋8月が、下州古地の小延伝に薬泉あることを、聞き滞在するも35日、丹波、ただし州、摂津、備前、四国地方より、多数の当時客ありて、諸病の全治世子こと。また、湯本と称する者十や、そのうちに、伊勢、古林せみ江、え、角吉正という者ありいて、 四角を診療しいたりしが、医者一人の治療をもってしては、数万の病苦を救うことがあたし、しかるに薬泉に良くするときは脈を見し薬を、当ずして、よく万民の山医難を救済す、ああ自然の力、えらなるかな、などと表されている。湯本上の山旅館前景をも向きのある、東館。露天風呂含め八つの浴室と陰泉所を備える。内湯の一つ。 庭園風呂本館のいろり、のてん風呂の一つ。平成13年8月16日表語、県立衛生研究所による分析合計8つの風呂がある。本館の大浴場には、檜のき風呂と庭園風呂があり、時間によって男女の利用が入れ替わる。ABCDEFG 神戸新聞読者クラブ、奥様手帳に0 1 5年4月号 ABC 上山旅館、公式サイトハット ABCDEFGH 神戸、新聞総合出版センター、バンカルナンバー 60ABCD 兵庫県、商工連解放 ABCD、日本経済新聞2005年12月3日、ABCDE、旅行読売16年2月5分、北浦雅子 AB、神戸新聞2009年3月15日兵庫人、挑む、時場の伝統、 読み返りの湯全国温泉案内温泉研究会 1924P408 から410塩田温泉湯元上野山旅館公式サイトありがとうございます